でも閉めよう。あ、初コメントです、ありがとうございます、お願いします。ででこんにちは、ありがとうございます。じゃあ名札で、いてててやっほー、こんにちは、こんばんは。トッペさん、こんにちは。体操服、お、やっほー、あ、キーちゃん、やっほー。やら、やらって何？じゃあやりましょう。学生だ、学生だ、中学生でした、嘘です、いい年こいた高校3年生でした。あの T シャツはもうない。じゃあいきますね、皆さん、皆さん、 STU48 2期研究生の吉崎凛子です。本日は自宅で簡単にできるエクササイズをファンの皆様と一緒に体を動かしていきたいと思います。画面の前の皆さんも動きやすい服装や水分を用意して、私と一緒に体を動かしましょう。はい、ってことで高校5年生、え、若い若い、皆さんも一緒に体をぜひ動かしてみてください。こんにちは。じゃあそれでは今からSTU 体操を始めます。準備はいいですか？名札別に、もう一回やってください、高尾さんもぜひ。はい、じゃあ行きます。それでは始めます。画面がやだ、ちょっと曲かけるのでちょっと待ってください。なもんか。よし、いきますね。体操着てくる。チャートさん、ファイトありがとうございます。ちょっと待って待って待って。いきまーす。来い。はい、それでは STU 体操を始めたいと思います。皆さん準備はいいですか？一緒に、あ、うん、やりましょう。じゃあまず首を左から動かします。反対、じゃ首をぐきってやります。左から、次右、前を見ます、左、右、あ、皆さんから見たら左です。いや、口を3回します。1、2、3、あ、見えてない、後ろもやってください。右、左、
と足を上げます。聞いた。あ、いいんか。あっち。いや、ちょっとこのアングルじゃないと。じゃあ終わります。これお茶です。あ、15分までか。カメラの位置はもう別にいいんですよ。もうこれ以上画面引けません。というのは嘘。え、というのは嘘。鼻くっそ丸めてぽい。いや、11回、暑い。あ、こうオーバーツアー。アングラもうこれ以上無理でした。アングラごめんなさい、許してください。あ、北さん終わってないまだ。でこれ以上ちょっと無理なんですよ。どうしたらいい。でもこう下にやったら顔が映らなくてちょっと無理。今ベッドの上じゃない。500g ってことは、じゃあ5回したら 2.5kg ぐらいするってこと。ですか。距離取れないんですって。もう距離無理です、これ以上。ごめんなさい。
もうこれ以上無理なんです。昨日のアングル、え、昨日のアングル無理だ。今からかわいいから OK。 あ、優しい。ちょっと待って、膝が痛いんだ。ベイビー、そうさん、こんばんは。お母さん今家いないです。それ以上下がったら窓から落ちる。いや何よ。一応やりました。お、今日誕生日、 おめでとう安部さん。ひらがな、これ体操服風の服なんですよ。これがね、なんかできないんだ。どうするんだっけ。膝。こうか。あ、こうだ。あ、わかりました。こうでした。間違えてた。そう、それそれ。これだ。疲れた。ありがとう、クズマントさん、ありがとうございます。手上下するところどこだ。ご飯は、体操、おー、さすが。ゾウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、さやかりんのところ、さやかりんのところって何。ありがとうございます、心配してくれて。決めてないんですよ。今、お、ありがとうございます。なったし、アイドル見た。あ、これこれ。あれ、自分のお気に入りポイントです。そう、アイドルっぽいよね。私汗かきで一回ただけで汗かいた。スパラさん、こんばんは。とで YouTube 見る。いでででででで、ハートありがとうございます。服投げたらなんかベッドの水に入ってしまった。あ、大丈夫です。2回目しようかな。
お、ありがとうございます。短パンの紐なんか自分で切った。そう、なんか紐が硬くって。シャルゴさんよ、え、なんだこれ、ブラボー、ありがとうございます。ちょっと待ってください。なんかズボンのゴムが硬くて履けんかったから、5回はちょっと無理ですすいません、ちょっと実は腰がちょっと痛くてごめんなさい。うん、なんか硬くて縮小しとったんよ。ありがとうございます。今日そう やっとったらさ、なおけなおけなおけ、うん、大丈夫です。やさや、みんな優しい、痛い痛い、今足腰よりも膝膝にずっと下がんだった。お話、そう、ぎっくりっていうか、もともと腰前やらかしてからそう癖になっちゃって膝、さっきこう膝立ちしとったから。じゃあもう一回やりましょうかあ、間違えた、危ない危ない、ダンスの先生の動画流すとこだった。ちょっと待ってくださいね。自分で作りました。そう、名札はこれセロハンでくっつけてるから、やばい、剥がれそう。リンコが速攻で考えた体操、え、考えてない。いやいや大丈夫、やります。頑張って、ありがとうございます。ラジオ体操、あ、来て、ありがとう。そう、な、え、こうだよね、足、あ、わかりました、はいじゃあやります。ちょっと待って、いや、あ、そんなに心配するほどじゃないので大丈夫です。ラジオ体操学校でやっとるけど覚えてないいいか、あ、やっほー、キャバリアさん、じゃあやります。ゆっくり遅れる、ちょっとどうしたらいいんか、あ、いいんか、これでやります。じゃあ2回目、あ、やばい、ミスった。2回目、首くらいいきたいと思います。あ、待って、やばい、首を左に動かします。反対、首を左に、皆さんから見たら右にやります。反対、前に、左
左右に屈伸を3回します。1、2、3、せーの、はい、左右に、はい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 、リズム感が足が見えないっていうからあげたんです。頑張った、ありがとう。ミラニスタ19号さんからありがとうございます。シンちゃんお疲れ、ありがとうございます。あ、一応これで終わりかな。そう、よく分かりました。で、みんなが足見えんって言うから足を上げました。かわいい、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。こちらこそありがとうございます。一番ひ前浜のビンゴで一番膝が、あ、私ですか。そうです。
クラッチさん、だるま、ありがとうございます。ゆきさん、ナイスバディ、ありがとうございます。ジェイさん、ハート、ありがとうございます。ダメだ、やっぱセロハンテープと布って合わない。リズムがちょっとな。ガムテ、あ、ガムテつければよかった。ね、セロハン布、縫うのはちょっとあれやったからセロハンでつけた。お、ほんと前半も編めました。つばたさん、お疲れ、ありがとうございます。あ、今来たよ、やっほー。たくみさん、こんにちは。タレバンさん、お、やっほー。ネームプレート、こんなんです。ちょっと剥がれかけてる。うちさん、お疲れ、ありがとうございます。みょうよろ、風邪気味にやったのですか。ちょっとダメだ、剥がれる、どうしよう。だるまいっぱい、ありがとうございます。セロハンテープでカメラ固定しちゃうから、テープ輪っかにして両面テープ、あ、なるほど。尊い、ありがとうございます。これ欲しい、なんか変なことしようとしてるな。無理だった。え、こういうこと？こういうことですか？あ、寝ました寝ました、ちゃんと。なんか変な指紋採取して、なんか変なことをしようとして、あ、そう、 iPhone のロックを。粘着テープ持っとるんですか。もう一回やった方がいい。さっきリズムあっとらんかったよね。ない。もう下げて上げない。そう。ございます。リンクこんにちは。でもどうせなんか12回やらんとまたやる気ないって思われる。
できなくかわいそうなインク。特技なんかウィングできなくなっちゃった。腰痛持ちって前言った時も嘘って言われたし、うん、嘘じゃないのに。そう、12回やらないとよしだけやる気がないって言われる。湿布つければいいんだ。ひどいね。暑い、そう暑いです。この匂いが大好き。あんたですか。なんでウェイボー見たら。ちょっと待ってね、服着替えてきていい。もうこれ怖い、外れそう。あ、何シップ持っとる。本当、ちょっと服着替えてきていいですか。ちょっと名札が、あ、ちょっと待って、いいこと考えた。もう本当は私今日ヨガもしようと思って、体操終わったらさ、なんかヨガしようと思ってて、ちょっと待ってくださいね。でも、あ、待って、バーされちゃうから。で、なんかそう、あ、うつ、やばい、どうしよう、うつっちゃう。なんか、え、大丈夫ですか、映ってないですか。なんかヨガしようと思ってヨガの本探したんですけど、え、映ってないですか、映ってないですか。これ映ってないよね、映っとらんよね。ちょっとここに、あ、わかった、こうしよう。怖い、え、これ本当に映ったら、手に召されちゃう。へへ。と隣にクローゼットあるんですよ。待って、よし、このじゃーん、あ、オーディションの時に着たやつです。なんかあったから本当は気に入ってなかったけど、だーな、普段、あ、シップ貼ってないや。オーディションのね、あの最終日に来たんですよ。
好きな匂い。あ、ちゃんと履きました。いい匂いだよね。そんな、どうしたらいい？ちょっと待って、セパハル、え、怖い、ちょっと待って、いや、下履くよ、腰張ってる。全身ですか？体操まだちょっとやりますよ。いてててて。あ、いけたいけた。あ、ちょっとぐちゃぐちゃ。まあいいや。これでだいぶ楽に。え、フフフ、大丈夫です。今腰に尻尾を張る時間でした。すごい、本当すごい胸。下ネタコメントはやめましょう。そうなの、私この前結構前に公演の時に普通にメンバーの人に貼らせた。あれちゃん、誰もありがとうございます。全身どうしよう。下はあれ履くわ。じゃあなんか青材の下のズボン履こう。腰にスポ貼る姿つき、あ、よかった、びっくりした。そう、これです。これちょうどいいから。融合させる。え、チャレンジレスで体操したらさすがにちょっと。え、これが結構ちょうどいいんですよ。ほれ、こんな。だってここに切れ込みがあるからさ、これで「はいはい」ってやったら見えちゃう。お、よくないですか？融合よね。そうそう、はかないパターン、いやです。3回戦いきましょうか。そう、いいですよね、違和感なくて。はい、はかんかったらな、パンツが見えるんよ、やばいでしょそれは。いやです。こうしたらいいんか、ちょっともっと下げでもね、触ったらちょっと見えなくなっちゃう。あ、ちょっと中国の肩感を出したいから、ちょっとリップ関係ない。ニーハオでしたっけ？え、アイハーから中国語でやってみたい。さゆりゃんさん、こんにちは。
似合います似合います、ありがとうございます。切り替え、あれは短すぎるあれ持ってたとしても履かないです。中国語で訳してみようかな。ニーハオ、吉田キリンコウは韓国語だね。我愛你、それ訳してみます。台本を BSK 5482七联系生琪琪林子。え、あよ、林吉崎、林って誰だ私は林子だ。え、これ絶対合ってない気がする。やったっす。耶，佛教我好想在线下车了。絶対合ってない。これ翻訳自体合ってないですから。はい。あ、だっておかしいこれは。あ、今からやります。あ、絶対言えてませんね。誰に向けて、いやー、だってでも私は思ったんですけど、今までコスプレなんか民族衣装しかコスプレしてない、あ、チャナ服や、チャナ服じゃないや、民族服やったっけ。ジチリンズーという発音、ジチリンズー、お久しぶり、ジチリンズー、ジチシェンズ、ジチシェンズ言えてます。あ、ダンスはコスプレじゃない举起身子、举起身子、なんか着替えたのはなんか名札が落ちそうでちょっとあれだったんで。メイドあったねそう、メイドのコスプレした次の日がエディオンでめっちゃ言われた懐かしい記憶がある。エディオンで握手の時に、あ、昨日メイド服着てたよねって、とうとうやだやだやだあ、対極拳してみたいかも。対極拳、対極拳したら腰治るかな。起起身子、起起身子、レシピあるなんて。ちょっとじゃあ S 級体操したら対極拳してみたいと思いますお、5000人ありがとう、早い。私ね、そう、なんか台湾行った時に、めっちゃ前、2年前ぐらい台湾行った時に、なんか朝公園で太極拳そうできんかったの、したかった、でも普通に眠くて起きれんかった普通 YouTube でスライド出てくるかな。ちょっとワイヤレスイヤホン準備して、わかんないYouTube で見ながら、じゃあ ST 体操も4回やりますね。こんなわかんないです、ごめんなさいあ、そう、あれなんか参加できるらしいで、自分行きたかったんですけど普通に寝とったじゃあもう一回 ST 体操しますね。ちょっと待ってね、アングルが、谢谢你的，谢。そうそうそう、やってるやつやりたかった。いいですか？これで。あ、全然ダメだ。全然ダメだ。顔が映ってない。あ、さっきより、あ、でもなんか、難しい。全身ってどうやって映す？そう、ネットっと。破れません。え、どうしたらいい？もうでもこれ以上無理だ、どうしよう。あ、じゃあ足を思いっきり上げますねこんな感じでこんな感じでじゃあこれで
じゃあいきます。昨日のねアングラがちょっと私のちょっと諸事情がございましてできなかったんですよ。じゃあ下が見えない分足を思いっきり上げますねはい大丈夫です。よしこれでいいかな。やってください。山内さんバラありがとうございます。本当なんか今日優しくない皆さんあ間違えた間違えた、ちょっと待ってください。じゃあやります。じゃあ足を思いっきり上げるいつもやさえ。じゃあいきます。はい、サンダフクワイドンで皆さんと一緒に ST 体操してみましょう。先生じゃあまず首を左に回してください。反対、首をボキボキ、優しくやっていきます。反対、左から右、前右左と屈伸を3回言います。1、2、3、水分補給してください。ポチ
今はチャイナ服で体操するという、うん、じゃあ太極拳しようかな。え、ごめん、カメラ入れてました？すいません。なんでだろう、スタンドがちょっとあれなんか、あ、とても良かったですか。ちょっと、いや、ちょっと音楽を笑ってしまいました。せんちゃん似合う、ありがとうございます。そう、だ、中国、どういうことそれは。ちょっと待って、あ、せっかく止まってます。びっくりした。びっくりした。焦った。止まってます。もともとそういう服。すいません。ちょっとね、お腹のときは、もう、お腹が少しばかり増えてるので、ちょっと、みちみちしてると思うんですけど。調べた。ちょっと待ってね。エアポッツ接続したらいいんだ。戻りました。乗りました。あ、戻った。あ、よかった。ちょっと待って、そうだった、私この携帯でちょっと太極拳って調べてみる。ちょっと待って、あ、こっちの携帯でやろう。え、で一曲系、一曲系。ちょっとやってみますね。これやってみよう。五分。チーシー。太極拳したいと思います。せっかく音楽もあるので、あ、そうだった、こっちで、ちょっと待ってニーズ、あれ、またあれ、太極拳、そう、音楽、でもこの音楽に太極拳と合わない気がする。まあ、いっか。あ、チーシーからやってみたいと思います。いくね。チーシー、太極拳します。チーシーってやつです。合ってない音楽と。
合わせ少し前を。派手な太極拳。なんだこれは。え、あちゃーってやつって何でしたっけ。ポッピング？ジャンプ多め。ちょっと待って探してます今。でも太極拳ってもっと静かなんですね。ちょっと待ってやってみます。あ、これでいっか。じゃあこれで。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って。で、粘着持ってるのはすごいね。じゃこれちょっと参考にやってみます。でも、え、でもいい感じで汗をかいてくる。じゃあこれでキックして。あれ、やってみます。
曲と合ってない。対極拳でした。絶対ごめんなさい、すみません。これはあの合ってないやつです。いでででで。でもやっぱなんかヨガしようかな。せっかくヨガの本用意したのに。そう、ごめんなさい、ごめんなさい中国の方。これはあの初めてやりました。先生に帰ろう。ちょっと好き。ごめんなさい、ごめんなさい中国の方。ごめんなさい、終わり。ごめんなさい、DJ ダイソンのやり方が分かんない。ごめん、すいません、ごめんなさい。いつか本場を習ってみたいです。おハローシャスター、セイヤンさんありがとうございます。せっかくヨガの本買ったんだけど、買ったっていうか家にあった。違います。こうしたらヨガできるかな。あ、大丈夫。で、本が映んないようにしないと。あ、ヨガの動画を見ればいいんだ。私がの顔が映ってない。ヨガマットですか。実はねあるんですけど、ちょっと待って探します。動画頭皮ヨーガ携帯つったらね、これ弟の携帯なんですよね、貸してくれた。背中、肩こり、背中周りをほぐれるヨガをやってみたいと思います。じゃあインストラクター風にやろうかな。これでいっか。じゃあこれで、なんか家の外でめっちゃ騒音が聞こえるのだが、あ、これ肩こりにもいいらしいから、ぜひ一緒にやってみてください。あ、あのね、弟なんか履歴なんかちょっと見たんですけど、なんかねすごかった。勉強のことばっか調べてた。なんか青山学院大学偏差値とか調べとって、なあ調べとんこの人と思って、面白かった。勉強のことばっかびっくりした。そう、すごい私の弟とは思えない。プライバシー、あ、これは内緒で。弟は中学生ですね。ちょっと音楽かけよう。これだ。まあ内緒で。弟の、うん？
これでいいか。じゃこれでヨガしたいと思います。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、間違えました。じゃあやってみたいと思います。こうした顔が映らん。で弟の体重、え、何キロだ。でも自分よりは重いですよあ、いいアングルだ。じゃあこれでやってみたいと思います。音楽かける。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってたこう。よし、みなさんこんにちは。ヨガインストラクターの吉崎凛子です。皆さん ST 体操をした後はヨガをしてしっかり体をほぐしましょう。じゃあ行きます。あ、始まってた。こう手を握ります。でブラブラさせます。上げます。下ろします。こう。あ、すいません。ちょっと本見よう。下半身も出てます。馬、ワシ、馬、ウサギ。下。ああ、ダメだ。これは腰が。馬のポーズします。やめた。ウサギのポーズやります。今からウサギのポーズしたいと思います。痛い。痛い。10秒キープしてください。ねじりのポーズです。はっ、ガス抜きの。ガス抜きのポーズしたいと思います。5秒ぐらいキープしてください。自信がみなぎる気。あ、これだ。足のなんか足の歪みを矯正す、あ、終わっちゃった。矯正するやつ、ヨガです痛っ。足の顔が映ってないね。足の歪みを矯正するやつやります。ピーン。筋を伸ばしてください。
やっとった。もう開かなくなっちゃった。ダメだ。いててて。はい、終わり。私にヨガは向いていなかった。なんかガス抜きみたいな。あ、ぜひ謝ってください。あの全国のヨガインストラクターの関係者の皆様、こんなことしてしまって、あ、絶対ヨガする前はウォーミングアップした方がいいと思いますガス抜き、ガスを抜くんですよ多分私も分からん。ガス、いや違うと思う。何配信、 STU 体操ですね。じゃあごめんなさい。じゃあ、あの、はい、STU 体操ということで最後に2回ほど STU 体操やって終わりたいと思います。ちょっともう一回リベンジしたいな。もう一回ヨガ配信リベンジします、いつか。ということで、でそれで終わる。これでいいか。足の上に落ちてきた。いけたかな。いけたかもしれない。これでいいか。映ってますか。いつもはちゃんとした健全な配信です。シャバーアーサナ、え、何それ、ヨガですか。腰だね、大丈夫ですよ。いやいや、今日もちゃんとした配信。ちょっと待って余計なものを映してしまうんです。顔が、顔映ってますか。これ映ってないですね。あ、これもうちょっと下げたら、もうちょっと、あ、ボタンが入ってた。じゃあこれで、痛い。あ、これでいい感じですね。じゃあこれで。揺れる想い。そう、オーディション配信の時のチャイナ服です。久しぶりに来た。まだ実は持ってたんですね。ちょっと待ってください。揺れる想いヨガと太極拳の仕事。スタンドあった。おお、ジョーカーさん久しぶりに来てくれたんですか。音がどっか行った。音がどっか行った。どこだ。あ、バーされちゃう。あ、あった、これだ、これです、これで。
いきまーす。はい、じゃあ最後にやりたいと思います。よし、首をまず左から、皆さん右から回してください。反対、首をゴキッてやってあげます。反対、前を見ます。左、顔は絶対前です。右、口を3回します。1、2、3、せーの、はい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 、足にタッチします。はい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 、右、はい、はい、上げてください。右、左、やばい、先生の音付きバージョン間違えて流しちゃった途中、ごめんなさい。お茶が飲みたい。お茶がないの。太極拳とヨガ配信。そんなことはない。ヨガと太極拳配信。暗くない？電気暗い。電気が、なんでだ、電気の色が暗い。あ、明るくなった。痩せた。元気出ました。本当ですか。そう、太極拳見よう見まねでやってみました。
いやいや、水がないんね。お母ちゃん、お茶乗ってきて。いやはおい。さ、ベトナムの民族配信もやりたくて、ベトナムの民族衣装あるからさ。柏木さん、こんばんは。え、ほんと痩せた？じゃあ今日オムライスだから。母ちゃん、うわ、お茶持ってきて。ノーアイメンもあるじゃないですか。ノーアイメンはちょっとまだ、ちょっと真っ先になりそうなんですけど、民族衣装はちょっとやるよって。マックマルさん、こんばんは。ノーアイメン一日潰すっていう意味で、ちょっとあまり時間がなくて。頑張る。おお、ありがとうございます、新やけんさん。似てないですか。似てない。オムライス大好き。オムライス食べたい。熱い。ノーアメ、ノーアメ、今すぐ飲んで、ノーアメ、仲良く飲んで、ノーアメ。え、アイコンね、アイコン姉さん似てます。オーザー配信、え、もうやったよ。オーザー配信やってるよ。もう2回目のオーザー配信はまだ見て。ライサーケチャップです。中にチーズが入ってるやつ。中国語ですか？中国…あっ、あ、びっくりした。中国語。にしジョングレマぶしおしリベレン。あ、ソリボンです。ユージさん、こんにちは。ジョシシェンマシェンマイリシェンマイシェンマイウンリアオニーハオ。って感じですかね。うん。わ、脱毛。本当です。汗が。今度公演があったら、なんか脇の下にタオル巻いたら、え、ありがとうございます。ちょっといつもの背景に戻ろう。日本人って意味。シェンマ、わかんない。わしも広島県じゃ、わしも広島出身じゃけの、脇の下になんかタオル巻いたら汗かかなくなるらしいから、今度やってみようと思う。公園の時に。バナナのエアトです。いや、ビーチーさん、やっほー。いや、私民族衣装を制覇してみたい。なんか今度はヨーロッパのやつとか、あとなんだっけ、今村美月さんが着てたやつ、何でしたっけ名前。そう、体操してました。スリット配信、そうです。ちょっといつもの背景な、難しい。え、理由もつけるのもったいないよ。ヨーロッパのなんかスイスみたいな、うん、どんなやつ。インド、おー、いいね。インド確かにしたいかも。なんか、あの今村美月さん着てたやつ、なんだっけ、韓国のやつですよ。何でしたっけ、なんで名前な、ちまちまチョコリか。だん、もったいないよ、クーラーつけるの。そう、ちまチョコリだっけ。あれは着てみたい。着たことは一回あるんですけど、あといいですね。それも私着てみたい。そう、いっぱいあるね、着たいのが。次コスプレ配信するとしたら、なんだろう。うん、キッチンさん、お疲れ、ありがとうございます。アフリカ系、何がありましたっけ。
あ、フラダンスさこちゃんが習っとったらしい。そうですね。すごく難しいですよね、発音が。南国系ですか。次の配信で熊投げると。おありがとうございます。そう、チャイナ服で体操してました。ジロタンさんこんばんは。え、ちょっとアロハをやりたくなってきちゃった。オランダ、これはチャイナ服です。オランダじゃない、なんだっけ、アロハ、アロマ、アロハ。なんだっけ、なん、フラダンスか。制覇。軍隊もの、いやいや、なんだっけ、フラダンス、こんばんは。ごめんなさい、危ないかった。フラダンスの衣装。いや、音消すの忘れてた。こんなの、面白そう。でもさこちゃんに教えてもらおうかな。ハワイ的な音でした。さすがにあの衣装は着ないけど、危なかった。男女読みたいと思います。外国語を私勉強したくて、なので今日は衣装持ってないです。持ってない、たまたまです。これはオーディションの時に着たやつです。なので外国語で男女を読んでみようかなって思います。そうなの？何やろうかな。片配信はフォロワーさんが5500人いったからですね。はい、ごめんなさい。何語がいいですか。ボックスさん、ハートありがとうございます。うみちゃん、ハートありがとうございます、ちなみにこの私が、そうなの？私が、今ちなみに中国語？翻訳アプリが、ありがとうございます。翻訳アプリ、私が使ってる翻訳アプリに入ってる言葉が、そう、返信見てありがとう。あ、いります。うさたん師匠さんこんばんは。イタリア語、ドイツ語、ロシア語、インドネシア語、フランス語、スペイン語、中国語、南タイ語、
ベトナム語、中国語、カッコ、簡単、英語、韓国語、日本語です。コップンカあ、すごい、すごい、何がいいんですか？あ、1,2,3,4,5,6、あ、間違えました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、あ、ちょうど13語源だから全部読む。わかった、そうしますカムイ語、カムイ語。13位の方読みますね。じゃあイタリア語でありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。本所13位、あ、これは声でやった方がいいから、うん、13位ありがとうございます。Grazie mille per il tredicesimo posto。これイタリア語合ってるかは審議のほどは不明。Grazie mille per il tredicesimo posto。 Grazie mille per il tredicesimo。 Grazie mille per il tredicesimo posto。クレイジー13位ありがとうございますっていう、合ってるかは分からないです、翻訳してるので。Grazie mille per il tredicesimo posto。 Grazie mille per il tredicesimo posto。 Grazie mille per il tredicesimo posto。 ありがとうございます。12位、いとちゃんさんはドイツ語。Danke für den 13. Platz。 12位、ありがとうございます。 Danke für die 12. Platz。 DankeDanke für die 12. Platz。 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 あれ、変わった。あー、12、山内さんでした。山内さん、 Danke für die 12. Platz。 Danke für die Danke für die 12. Platz。 Danke für die 12. Platz。 山内さん、ありがとうございます。ダンケ、そうなの？ロシア語。次は。Благодарю вас за 12-е место。ちゃちゃ、11位やで。と誰だ？Спасибо за 11-е место。と千畑さんだ。Спасибо за 11-е место。Спасибо。Спасибо хиле。Спасибо за 11-е место。Спасибо пуздун。Спасибо за 11-е место。Спасибо будет то та 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 та。Спасибо за 11-е место。Спасибо будет та 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 та。ありがとうございます。次、和田信さん10位ですね。と和田信さんはなんだ、インドネシア語。ノーマルセプル。あ、短い。ノーマルセプル。ありがとうございます。次、9位、コタさん。コタさんはですね、フランス語です。 Merci pour la 10e place。 ちょっとこれ、ま、合ってるかわからない。 9e place、 Merci。 ナジャン、ん？ 9e place、 Merci。 ナジャンフラ、メルシー。はい、メルシー、あ、メルシー、あ、そっか、メルシーですか。メルシー。次はヤスーさん。ヤスーさんはスペイン語。ヤスーさんは Gracias por el número 8。 Gracias por el número 8。 Gracias por el número 8。 ありがとうございます。次、ムートンさんは中国語の第八位、谢谢。韩
軟体語か、軟体語です。と第七位、谢谢。第七位、谢谢。合ってますか？はい。ムートンさん、ありがとうございます。先生、次6位 C さんはタイ語です。ขอบคุณสอนิคาคิสระอาขอรับอันดับ6ครับอ้าวก่อนอะไรขอบคุณสอนิคาคิสระอาขอรับอันดับ6ครับขอบคุณค่ะC さん、コップンか。分からん。次、マルアさんですね。マルアさんはベトナム語。え、マジで？ハング語カムオンキャンバン。ちょっとなんかあの言葉の機能がなかった。C に来てみればいいか。ベトナム語でありがとうはなんていうの？その言語にはまだ翻訳できません。わかりました。はい、ありがとうございます。マルアさん、次はマルアさんじゃなくてユーカーさん。ユーカーさんは中国語かっこ簡体です。4位、ありがとうございます。第四位、谢谢。第四位、谢谢。先生、ありがとうございます。次はやっぱり来年さんです。やっぱり来年さん。第三名さんは英語。 Thank you for the third place. Thank you for Thank you for the third place. Thank you for the twist please. Thank you for the twist please. Thank you. やっぱり来年さん、 Thank you. 次ブルーグラスさん、韓国語です。2位、감사합니다。2位、감사합니다。いい、ブルーグラスさん、2位、감사합니다。2位、감사합니다。はい、1位、津野さん。津野さんは日本語ですね。ささ、日本語ってと日本語や、じゃ日本語が日本語、うん、日本語で。1位、ありがとうございます。ありがとうございます。違う違う日本語から日本語って訳せら、あ、1位、ありがとういい、日本語訳せんかった。1位、角さん、ありがとうございます。日本語でした。じゃあ広島弁なり、広島弁なると、おー、じゃあ広島弁でやる、つまらんから。おー、角さん、ありがとうな、ありがとうじゃけんな。え、ありがとう、ありがとうじゃけんな。って感じですか。いつも配信時間バラバラです。よかったらまたコウジさん来てください。だんだん、へえ、そうなんだ。またね。え、わからん。え、ぶっち感謝しとるけんな。ありがとうじゃけんね。よし、ジョージさん、ドラマありがとうございます。でも広島弁って普段なんか配信しとったら敬語になるから、あんまり広島弁なんないか。あ、どうもじゃあ ST 大さん、ありがとうございました。朝日ソーラー、それは CM かな。本当だ。じゃあありがとうございました。いや、もう、え、本当に出てた。じゃあ終わりたいと思います。バイバイ。
お、じゃ、ルームフォローしました。おお、ありがとうございます。じゃあまた明日も、微妙。また決まったらやります。こうしても ありがとうございます。おかげで体育系のおかげで準備になりました。バイバイ。じゃあねー。本当だ。おー、ありがとうございます。じゃあバイバイ。あれ消えない。というのは嘘。面白かった。アホか。失敗した。ごめんなさい。ありがとうございます。というのは嘘、鼻くそ丸めてポイ捨てみたいな。涙な泣いたの。お、本当だ。いや、みんなが1万人超えるまでやるって言うから、じゃあドッキリしたろうと思ってやりました。え、知らないこの歌。知りませんか？私が小学生の時に。っていうのは嘘、鼻くそ丸めてポイ捨てあなたにあげるみたいな。知らないですか？あ、知ってます。私が小学生の時になんかみんな歌ってた歌。嘘、ごめんね、ドッキリみたいな。知らないの？え？言いません。いや、あげません。そうなん？自分はそれあなたにあげるってやってた。やだ。じゃあ終わりたいと思います。福島限定。え、そうなの？ま、丸めて、うん、あ、そうなの。ごめんなさい。
あ、フォローお願いします。え、いや忘れてないよ。え、普通にコメント読んでた。忘れてないよ。そう。誰から？なんかいっぱい LINE 来るから分からん。後ろのあれ、お、本当だ。だ、浴衣配信フォローお願いします。そうなんだ。うん。じゃあまた明後日ですかね。うん、本当？浴衣そうですか？じゃあもう終わる。私も勉強やらないとやばいから。じゃあまたバイバーイ。かわいい、ありがとうございます。大家さんの釜、後釜？じゃあまたバイバイ。かぶせ？いろんな時間。じゃあまた配信の時間決まったらやってきますね。じゃあまたね、バイバイ。じゃあねー。いや、今から切ります。バイバイ。